皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は、Facebook 社名変更にまさかの批判。次のビッグトレンドはメタバースだということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマーク、チーンとお願いしますね。はい。 これが何かというとですね、えー、昨日の TSMC に対してソニーがホログラム技術を移転するというあの、あのー、台湾ニュースの噂ですね。あれのこう続きの話なんですけれども、あの先日 Facebook の CEO マーク・ザッカーバーグがですね、えー、Facebook の社名をメタに変更したということで結構ニュースになっていました。 で、まあ、なんで今さら、なんか社名なんか変えてんのお前なんかスキャンダル潰しじゃねみたいなね。えー、批判が結構上がっているんですけれども、最近のそのフェイスブックのスキャンダルは何かというとですね、フェイスブックの元社員のフランシス・ハウゲンさんという方がですね、えー、内部文書をメディアにリークしたという、そういう事件があったんですね。えー、その中で、その、アメリカのその、商務委員会、や商業委員会が、あのー、 彼女を、えー、召喚して、証人として扱ってですね、Facebook はですね、Instagram が若いユーザー、特に10代の女性たちの自分の体に関するイメージを悪化させているというね、そうやってあの、もっとなんかダイエットしなきゃもっと綺麗になりたいとか、そういう あの風に思わせるような先導的なコンテンツを促進しているんですよということをあの、暴露しちゃったんですよ。それはあの、インスタグラムって、Facebook と Instagram の違いっていうのはこのユーザー層の違いっていうのが明確で、Facebook は結構 まあ友達とのやりとりに使ってる人も多いんですけれども、層がね、まあ30代の後半とか40代、50代ぐらいのそういうちょっとあの、あの若くない <laughs>、自分もそのど真ん中の層なんだけど、そういう若くない層が結構多くてですね、そして政治的な議論が結構なされていることが多いんですよね。で、そういうのが嫌だというユーザーはですね、 あの自分の親もフェイスブック使ってて自分の友達とのやり取りも見ててもあのもうそのコンフォータブルではないという人たちはあのインスタとか、まあ、違,う違うその SNS に行くわけなんですよ友達と楽しみたいとかその中でインスタグラムというのはですね、まあ、写真の投稿ですね。 どちらかというと、その、パソコンでは使いづらいアプリがインスタグラムで、スマホに特化されてるんですよね。で、そのスマホに特化していて、スマホ、パソコンよりもスマホの方が慣れているという若いユーザー層に人気があって、写真をパシャッと撮ってあげる、そういう SNS なんだけれども、あの、写真と相性がいいのが、やっぱりね、お化粧品とか、ファッションとか、そういう、あの、美容、ビューティー系なんですよ。 で政治系の人たちはあんまりインスタグラム使ってないんですけれどもインスタグラムだとこう政治の細かい話ができないんで、えー、インスタグラムではどちらかというとそういうビューティー系が流行っていてモデルさんとかね、えー、女優さんがよく使っていて、えー、盛り上がってるんだけれども。 結構そのインスタに投稿される写真っていうのがもう加工されまくっていてですね、もうめっちゃウエスト細くって足が長い人がいっぱいいるのに私はどうしてこんなのかしらって思うかもしれないんだけれども、あの、加工されてるだけだからねっていうのがやっぱり10代にはわからない。それにあの、有名人、セレブがこうキラキラした生活をこう投稿してるのを見ているとですね、なんで自分はこんなあの、 なんかね、ちょっと惨めな普通の人生を読んでるだみたいな感じになってですね、メンタルヘルスに良くないという、そういうあの調査結果が出ているにも関わらず、Facebook はそういうことを是正しなかったんだということが批判されていると。そして、まあ、インスタグラムではなくて Facebook 側ではですね、政治対立を煽ってきたよね。 ということも言われているのと、トランプを選、なんか選挙で当選させているためにデータを悪用したよねっていうことも批判されていると。あの、それがまあトランプがね、えー、その、データをフェイスブックから買ったっていうことが本当に悪いのかどうかっていうと、それみんなかかが、みんながね、そういうあの、広告打つときにデータをこう取得してるので、えー、それが、 を悪いかどうかというのはちょっと判断はできないんですけれども、それがまあ、フェイスブックの売りなわけですよね。政治的な、あの、マニュピュレーション、政治的なその思想を煽動する、操作するためにフェイスブックっていうのはもともとあったわけなので、まあ、それ自体がそのね、えー、あの、批判の対象になっているといまあ、皮肉な結果なんですが、この、 ヨーロッパでもですね、この Facebook っていうのは、あの、ユーザーの間で政治的対立を煽っていて非常に有害ではないのかと。特にそのエチオピアやミャンマーでも民族対立を煽ってきたよねっていうことが指摘されていてですね、すごくその、 フェイスブックっていうのは有害だ、有害、最近有害だというふうにすごく言われているんですけれども、まあ、あの、私も Facebook 使っているんですが、あの、確かにね、あの、左派と右派の対立はすごく煽っているような、そういう、えー、ふうにも確かに見えるんですよね。まあ、そうやって最近その a c e b o o k がちょっと、 あの、内部告発のスキャンダルで炎上気味なんですが、そこに来いていきなり社名変更の、あの、ニュースを打ち出してですね、Facebook から社名をメタに変えましたっていう、こう、ドーンというニュースが結構冷徹っていうかね、冷たい目で見られてる。全然興味ないしっていう人も多ければ、単なる批判かわしでしょっていうことも言われてるんですが、まあ、これ実は、あの、Facebook というかですね、まあ、IT 業界の中のトレンドで、メタという言葉が、あの、流行ってきているんですよね。それは何かというと、やっぱりその、メタバースと呼ばれる三次元空間の中に、三次元のバーチャルリアリティの世界の中に、人が、集まって生活をするのがいいんじゃないのかという、そういう思想がもともと IT の世界にあってですね、それが今回、え、ー tsmc がソニーから技術を取得し、NVIDIA がそのね、3D の えー、映像を合成するね、えー、GPU の技術に優れているということもあり、そしてファーウェイがそれを完成させられるというところで、その三次元空間で、の、という仮想空間の中で、えー、今、パンデミックでみんなソーシャルディスタンスで直接会えないという状態だと、こう、人を取り込みやすいという、そういう素地が出て、できているわけですよね。そ、そういう世界を、えー、作り上げてしまうと、10代、 今まで Facebook が取りこぼしてきた10代という層をもう一度取り、取り込めるんじゃないかっていう、そういう考えもあって、そのメタバースのメタという社名に変更をしたというふうに見られています。このメタバースという言葉がどこから来ているかというと、SF 作家のニール・スティーブンスンのスノークラッシュという作品から来てるんですよね。で、そのメタバースというのは、あの仮想空間上の え、宇宙ということで、ね、仮想の、あの、メタというね、言葉と、ユニバースという言葉の、あの、合成でできている仮想空間上の宇宙というね、そういう雰囲気の言葉、合成語なんですけど、まあ、それがやっぱりその 3D の空間の中で自分ではなくて自分のアバターを使って、そこで生活をして、物の売買をして、社会的な営みを 取り組んでいくっていうことができますよというそういう空間が今後ビッグトレンドになるだろうというふうに言われているんですなので 3D は長らく研究されてきている技術なんですけれどもこれまで 3D がなかなか浸透しなかったんですよねそれは 3D の映像を合成するのをすごく大変。 あの、コンピューター上の重たい処理だったっていうこともありますし、まあ、アバターのね、制作費なんかを見てもらうと、あの映画のアバターの制作費なんかを見てもらうとですね、あれを 3D で表現するだけで巨額のお金がかかっているんですよ。で、日本はすごく 3DA が少ない、少ないのは、あの、日本の映画制作って、あの、バジェット予算が非常に小さいので、3D の画像を変換するだけのお金が出てこないんですよね。 そういう関係もあって、あの、まあ、ハリウッドなんかでは、まあ、大げさな 3D 表現をしている映画なんかたくさん出てくるんだけれども、日本ではあんまり出てこないと。そしてハリウッドでもそこまで、えー、たくさんあるっていうわけでもなくてですね、やっぱりすごくお金がかかるから、2D の方が、まあ、あの、安価に映像が制作できていいねというふうに思われてきたんだけれども、それが 3D の仮想空間内で人が生活しているのを、 えー、みんながそのね、えー、監視できる。そのサービスを提供する側は、それを監視できるし、データも全部取れるし、会話のデータも全部取れるので、3D のその仮想空間のメタバースっていうのは、やっぱりその IT 事業者にとっては、そのやっぱり夢なんですよね。そういう夢の、あの、空間、メタバースという空間、その言葉がですね、次の、 投資のキーワードにもなり始めているんですよ。で、最近もその、ビットコイン関連とか、そういう仮想空間、仮想通貨関連よりも、その投資先はメタバース関連に移動、ね、ちょっとシフトしてきてるっていうのと、まあ、ナイキもメタバース空間用のスタジオを作ったり、日産も展示を、そのメタバース空間で、その銀座のビルをこうね、えー、メタバース空間で再現して、そこで展示をするということを発表していますし、 やっぱこのパンデミックですね。このパンデミックを煽って、えー、人を、ね、ソーシャルディスタンスで、あんまり人と会わない、リモートで、えー、仕事をするっていうことをやっていると、あの、ネット空間でどれだけ人と接することができるかっていうことにフォーカスされてくるんですよね。まあ、こういう流れも非常に人工的なものなんですけれども、あの、まあ、 最高の1、2年で人と直接会って仕事をするよりも、こう、こういう配信、配信とか、とかね、あとはそのネットでのミーティングシステムっていうのを使って人とやり取りする方がもう移動もないし楽だねっていうことに人類は気がついてしまったと。そうするともう本当に人と本当の意味で人と会わなくなってくるし、あとその、 ネットを使って、人と会えばいい。それが 3D だと、もっとこう、リアルに感じられて、没入できますね、というね。この没入感というのも非常に重要な、この、キーワードなんですけど、この、どれくらいこのね、現実を仮想空間上に再現して、自分たちがそこに、あたかもそこにいるんだというね、そういう没入感が、体験できるのかということも、あの、キーワードになって、 できていますでそうすることによって、その10代とかね、えー、Facebook が取りこぼしてきた。そうというのを取り込めるんじゃないのかなと。そして、そこにまたさらにターゲティング広告をするとかね。えー、まあ マインドね、えぇ、ー、もブレれんじゃないんですけど、マインドコントロールというか、まあ、広告をこう打ち出しまくって、自分たちコントロールできるんじゃないかなということを考えている人たちがいるんですけれども、まあ、そういうこの急にメタバースというね、こういうあのキーワードが台頭してきたのも、やっぱりその台湾の石膏財閥がですね、 いろんなところから技術、まあ、ファーウェイがね、3D の技術を日本から盗み、情報通信研究機構にやってきては、そのね、研究成果をですね、まあ、調べ上げたりですね、まあ、うちみたいな小さい会社にまで来て 3D のことを聞いたりですね、まあ、うちの取引先の、<laughs> 取引先というかまあね、 一緒に研究をしようという話をしていた大学教授のところにファーウェイが全部、全部回ってるとかね。そうやって、あの、3D の技術を、こう、いろんなところから集めてきて、そして、まあ、ソニーのセンサー技術と TSMC という、あの、製造工場を利用して、3D のディスプレイを作り、それで、えー、世界派遣を狙って、 ていくというね、そういうハードウェア上のブレイクスルーがこう見えてきたっていうところで Facebook がメタバースというそういう空間上でのサービスを予感させるような社名に変更をしたというのは非常にこの IT 業界の暗黒時代ですよね。<laughs> えー、1984暗黒時代がこうかなり近づいてきてるんじゃないのかなというふうに えー、見えます。で、なので、これは単なるスキャンダルソラシの社名変更というよりかは、この IT 業界グレートリセット、本当に大きな波がやってきているということです。まあ、ということで、えー、まあ、そうはい、とはいってもまだまだ 3D のその映像合成のコンピューター上の処理の重さとかは、 えまだまだその技術的にあのブラッシュアップしていかないといけないところがあるので、すぐに実現できるかどうかというのはちょっとわからないと思います。まあとはいえ、IT 業界、ビッグテックたちのそれが夢、すべての人類をデータ化するというのが彼らの夢なので、確実にその方向には向かっているということです。ということで本日もありがとうございました。じゃあねー。